ゲオールギ・シュチェンニコフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはディフェンダー。PFC チェスカ・モスクワ所属。父は、陸上競技選手のミハイル・シュチェンニコフ。シュチェンニコフ、シェンニコフとも表記される。PFC チェスカ・モスクワの下部組織出身。2008年にトップチームに昇格するが、リザーブチームと、掛け持ちしていた。公式戦デビューは2008年8月6日の、 ロシアカップトルペドウラジミール戦。同年10月24日、UEFA カップ2007から08のデポルティー・ボラ、コルーニャ戦で欧州カップ戦デビュー。2009年シーズンから当時のジーコ監督に見出され、当時17歳ので、左サイドバックのレギュラーとしてプレーする。その後、バグネル・ラブ、ユーリジルコフといった主力選手の対談、相次ぐ監督交代など、 チームは混乱し、リーグ戦5位に終わったが、シュチェンニコフはシーズン通じて安定した働きを見せ、所属するクスカでは、アランジャゴエフに次ぐ、ロシアプレミアリーグ年間最優秀若手選手賞に輝いた。2012年8月15日、コートジボワール代表との親善試合に招集され、スタメンで出場し A 代表デビューを飾った。ありがとうございます。